神木隆之介が春爛漫の明治の世を天真爛漫に駆け抜けた植物学者、牧野万太郎を演じる NHK 連続テレビ小説、爛漫、月曜から土曜前8:00の第88回が2日に放送された。ロシアのマキシモビッチ博士から、万太郎のムジナモの研究を高く評価するとの手紙が届き、万太郎は一家でロシア行きを決意する場面が書かれた。田辺、要潤、から大学の出入り禁止とされた万太郎にとっては光明を見出した形。視聴者も応援、ネット。上には、万太郎を諦めるな、よかった、などの声が上がった。爛漫の記事はこちら。第88回ネタバレ。万太郎、神木隆之介は、野田、田辺誠一、と里中、伊藤聖子、野元を訪れていた。田辺、要潤を怒らせてしまった経緯を話し、博物館で研究をさせてもらえないかと二人にお願いするのだった。しかし、大学と博物館は協力関係にあるため難しいと断られてしまう。万太郎を応援したい二人は、君の才能を認めている人は他にもいると背中。押す、家に帰ると、末子、浜辺南、がある人物から届いた手紙を万太郎に渡す。ロシアのマキシモビッチ博士から、万太郎のムジナモの研究を高く評価するとの手紙が届く。マキシモビッチ博士はドイツの植物分類学者のエングラー博士にも連絡をし、博士が編集するドイツの文献に万太郎のムジナモの図が掲載されることなども記されたほか、万太郎のムジナモの植物画で、万太郎牧野の名は世界中の植物学者たちに轟くだろう、とも書かれてあった。すると野田、里中からロシア行きを勧められていた万太郎は、末子に、和紙、ロシアに行きたい。ロシアでマキシモビッチ博士の下で研究がしたい、と願い出る。末子は万太郎の思いを受け入れ、本当に大冒険だ、と伝え、あなたを認めてくださる方がいる。それが何よりも嬉しい、と話し、第二子を長屋で産むことなどを、条件に、一緒にロシアについていくことを伝える場面が書かれた。末子の後押し。下あり、田辺、要潤、から大学の出入り禁止とされた万太郎にとっては光明を見出したシーン。視聴者も応援、ネット上には、末子すごいな、末ちゃんの万さんを支えたい思いと決断力、今朝の爛漫が良かった、久しぶりにほっとできる回でした、光明が、万ちゃん幸せ者、肝が据わったいい奥さん、いい相棒だな、などの声が上がった。